藤波五一以下先鉄症増臭より、聖役院、聡白聖役院、聡白、天正四年漢文三年七月二十八日は、安土桃山時代から、江戸時代初期の医学者。父は、三雲助隆。子に聖役院、聡忠、宗谷、種会、三雲忠時期、三雲助政、女子、大御国に生まれる。幼くして、父を亡くし、一、 カモメシュートラに養育されて、医療を学び、薬の知識も得る。後に施薬院全州の養子となるも、その着難施薬院秀高が養接したため、急遽後継ぎとして、家業を継ぎ、方言に除任されて、豊臣秀吉の辞位となった。慶長4年に、養父の全州が没すると法院に除任され、直居により施薬院氏に任じられ、御所承伝を許された。そして、 徳川家康使えて、いつも側にあり、家康のこの武田新吉が放送にかかった時には、その薬によって立ちどころに治癒した。翌年の関ヶ原の戦いにも及ぶし、9月11日に家康が体調が優れない時に薬を調合しこれを進めた。9月13日に家康が岐阜に着陣してからは、常に陣中にあった。慶長19年から始まる大阪の陣では、 徳川秀忠に同行している。現名3年8月14日、山城国あたご軍、くずの軍、泉国泉軍、大見国安軍内において4 8十余席の領地を賜った。養父の妻に賜った安軍の領地と合わせて500余席を治療する。寛永11年、二条城内に銃を与えられ、後に致死し、養老領、月報50口を賜った。 漢文三年、八十八歳で没する。法名は、同じ宗博。東映産後国印に葬られた。徳川将軍家が受落の際には、宗博の屋敷で装族を改め散大したので、代々これが官礼となった。近立系氏として、京都に定住した。歴代当主は、家徳継承前には、三雲の名字を名乗り、家徳を相続すると制約院へと名字を変えた。 ありがとうございます。